ミハイルティス・エラザスケザニアスはギリシャの王族。ギリシャ王子及びデンマーク王子の称号を持つ。ゲオルギオス一世の末息子クリストフォロス王子とその二番目の妻フランキス・キッティス・オルレアニスとの間の一人息子としてイタリアのローマで生まれた。一歳の時に父が死去した後、ミハイルは母と共にララーチェ、オルレアン、マラガと居住地を転々とした。 14歳の時に母が死去すると母方の叔父のパリハクアンリが後見人となった。ミハイルはパリで1960年に政治学の学位を取得した後、祖国に渡ってギリシャ陸軍に所属し、順位で4年間の兵役を終えた。1965年2月7日、実業家の娘で芸術家のマリナ・カレラとアテネの王宮で結婚式を挙げた。 この結婚は、帰戦結婚とされたため、ミハイルは自身とその子孫のギリシャ王位継承権を放棄しなければならなかった。継承権放棄の手続きが完了した後で、国王コンスタンティノス2世は二人に、結婚の承認を与えた。この結婚で生まれる子孫は、ギリシャ王子、王女の称号を名乗ることはできるが、ギリシャ王族が与えられるその他の待遇である、デンマーク王子、 王女の称号及び、殿下の継承は許されないことも取り決めされた。1967年に、コンスタンティノス2世が亡命し、軍事政権に移行した後もギリシャに泊まった、唯一の王族であった。現在は、パリに在住し、フランス語名のミシェル・ド・グレースで、いくつかの歴史小説を表している。マリーナとの間に二条を設けた。 ありがとうございます。